かってきなっちゃい。いた。うっ、あっ、びっくりした。はあ、どなた？なんか赤い女とちょっと違うバージョン。ちょっと待って、うお、あ、連打しなきゃダメだったやつかこれ。開かないのかこれ。うわな、こいつ罠にはめたかこいつ。あ、ちょ、やめなさい。ひー、顔怖いよ、やだー。おほー、あ、ぐふ。え、なに今俺負けたの？はぁ、ま、もうなんか、うわー、こいこわ、もう負けイベなのか何なのかもわからんけど、遠いからダメだったのか。くっそ、あいつ変な初見殺ししてきやがって。あ、声やだ、すげえこれ。耳がちょっと部長の生放送聞いてる時みたいだ。おら、おら、連打連打連打、うら、カメラの力面白い。いい、どん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 本性が現れてきないか。なになに、なんなのこれ、どういうこと。もう白黒なんだけど、とりあえず扉がいた。ここに行くっきゃない、行くっきゃない。よし、なんか鍵開いた。え、大丈夫なのこれ、もうどういうことこれ、世界観がわからん。うわ、なにここ、え、行き止まりじゃね、これやばいんじゃね。え、降りるのこれ、そしたら絵画世界から出れるやつ。あ、見え、あ、なるほど、ここで、ひぃひぃひぃ、怖いよ、やだ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 、やだよ、これどん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 先に行けってか。え、どこだ、どこだ、あ、いたいた、え、いた、いたか、え、え、え、あ、なるほど。おら、どこどこ、次道どこ、道どこなの、こっちか。おら、ひぃ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 、やばい、見えないじゃねえか。あ、待って、これ道側から、道が、道が、こっちか。よし、こっちだな、きっと。よし、どこ、うわー、来てる来てる。ちょっと、ちょっと、ちょっと待って、見えん、わからん、ちょっと、辛い、生きる意味を失いそう。生きる意味を失う RPG。 どっち、こっちでそのままいいのか。これ進めてなくね、やべ、ちょっと待って、ここ違うの？道じゃないの？うわー、何の骨だよこれ。よし、よし、どこだこれ、道がわからんぞ。いい、ないの、これ進めてね。どうなってんだこれ、行き止まりこれ。もう一回攻撃して、こっちか、わかりづれえよ。ひぃひぃ、これむずい。ちょっと待って、くる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 、あれ、はあ、ひぃひぃ、ちょっと待って、おら、お、お、おわ、骨っこ動いた。は、カメラ動かせて、いや、なんか来たんだけど、日本語だけ、おお、揺れる。で、は、
リンボー、はい、リンボーに来とるやんけこいつ、あかんやん。はなんだ、うん、髪長いっすね。おお、わわ、なんだこの世界、来ている。うわあ、お口なのか目なのかどっち？影のものが。どういう意味？うわあ、これ見渡せるんかい？ひめえ、何の生物それ？カメラも出せない。どうした？リンダちゃん、なんか新たな力に目覚めようとしてんの？ジャキガン的な？う？あ、なんかお手手繋いでるこれ。何、どういうこと？あ、なんか攻撃みたいにできるんだけど、何これ？リンダちゃん、なんかそんな力使えんの？スイーン、なんかチェーン使えるんだけど、クラ、え、リンダちゃんはクラピカだった説が。ん？お？リンダちゃん？さあ、今よ。力を解放しなさい。は？何の力？え？え？は？何も操作できないんだけど。ちょっと待って、リンダちゃんどういうことなの？お、止められた。爪痛そう、長くて。え、わって驚かすのはやめろよ。てかイラちゃんとかはどうなってんの？なんか話が、ん、どこ行くの？新たな日が始まる。はあ。え、何、いい人だったの？リンダちゃんを成長させてくれたの？ごめん、意味がわかんない。コルバンジワ、コルバンラガ、アサンヤホ、カムルデカ。自由の、え、何、自由じゃなくなるの？俺自由じゃない生活やだな。はあ、食べられた。てか何だったんだ、あの目と口のやつは。おお、ゴニョゴニョゴニョ、うるせえな。笑と、何笑とんねん。お、お、リンダちゃん大丈夫か？やったか？あれ？あ、先生。大丈夫だったの先生？何この急にロック調？これあれか？終わりか？で、何を先生拾ってきてんのそれ？え？先生？これが新たな苗木ってやつなのか？先生？先生はもしかして最初から赤ちゃんだよね、多分。尻尾！こいつ、これ赤いやつやないか？あ、リーナちゃんどうした？座りか。リーナちゃんなんか出てきてるんだけど、虫が。え、絡まされた？先生乗っ取られてるっぽいな。ヘビ、ヘビがキーワードなのね。ドレッドアウト。え、これで終わり？え？話がようわからんうちに終わったぞ。ああ、終わった。 The end is beginning is the end。 終わりの始まり的な。はい、というわけでね、ドレッドアウトどうだったでしょうか？どうだったんだこれ、どういうことなんだ、話が分かんないよ。とりあえずあの女がなんか何らかの形でまた復活しようとしてるやつ的な。結局これはバッドエンドなんでしょうか？え、何これ、マルチエンディングじゃないよね。結局ヤーヤーンは最終、最後まで見つからなかったな。
ということはやっぱあの時シェリーを殺したのは先生なのか。まあでも先生も乗っ取られてるっぽかったけどな。首にあんな怪我を負ってる時点でもういろいろ考えるべきだったのかもしれない。ていうかイラちゃんは何だったんだ。なんかあの時やっぱりチョークネック決められてあの時死んだんだろうか。なんかもうちょっとこうイラちゃんがラスボスになって出てくるとかそういうの想像してたんだけど、普通に赤い女で終わったな。しかも結局のところなんかねえ、いいエンドかっていうと全くそうじゃなくて、なんか悪の目は、悪の目というかあの女の目は外に放たれようとしてるみたいな感じの終わり方だったし、そしてこのねえねえやべどうしよう、もうこれじゃ何をコメントしていいか分かんないんだけど、まあうん、まあでもそうね、ゲームとしてはまあ面白かったっちゃ面白かったかな。まあ、個人的にちょっとまあ俺ガバガバしてるっていうのもあるんだけども、ヒントがねだいぶ少なくてね、あのえそこってそうすんのっていうのがちょいちょいあったりする。まああの鏡をどうにかするっていうのは何となく分かるところだけどさ、その前にあったエデンのところ の、 あの植物にフラッシュを当てないと植物倒れないとかいうの、あんなギミックちゃんとねフラッシュになんかそういう効果あるよとか言ってくれないと、それわかんないよ。なんかああいう草っていうのを知識がある人だったらわかったのかもしれないけど、まあそういうねやっぱ細かいところはまああるけども、でもまあ基本的にはなかなかこう雰囲気とかね、あの化け物のある設定とか、まあ、あと何人よりもリンダちゃんが可愛いっていうところがなかなかこう楽しかったんじゃないかなと思います。これでもう終わりなのかな。ドレッドアウト、これアクト3とか出てこないのかね。まあでも一応これで話としては終わりなのかな。まあありよくあることだよね、ホラーゲームのね、あのバッドエンディング的なやつは。ていうかもうこれエンディングロールすげえ長いんだったらカットしようかな。とりあえずブラブラ喋るけど、早送りにするかそれともカットするか、まあ早送りかな。やったとして一応このスタッフロールはねゲームをプレイさせてくれたというあのお礼を込めて一応流してみたいしね。長いな。長えよ。どんだけやねん。もう SKP をしちゃったわ。俺普段見る人なんだけど。ちょっとあれリンダちゃん、なんか大丈夫だったの？なんかあんま大丈夫な雰囲気じゃないけども。おお、リーゼントがついてるよ。なんかスレンダーマンみたいな人ね。妖怪のせいなの？カメラがないとまずいっすよ。ヘッドホン。ああ、おお。レンダちゃん覚醒しとるやんけ。リンダちゃんが化け物化しちゃったって。終わったー。最後の最後でもよくわからなかった。とりあえずリンダちゃんは助かったような、でも結局なんか覚醒しちゃった的な、赤い目になってたね。なんか中二病キャラになっちゃったのね。はあ。
しかし結局のところ話としてはよくわからないな。うん、まあはい、とりあえずね、ドレッドアウトこれにて完結というわけでしてね、ここまでご視聴してくださった方々ありがとうございました。またね、何かね、ゲームね、いろいろ実況していくので、そちらの方も見てくださったら嬉しいです。それじゃあこれでドレッドアウトは終了です。ありがとうございました。それではまた別の動画で、またねー。